兵庫県立赤市公園兵庫県立赤市公園球技場県自転車競技場兵庫県立赤市公園球技場県自転車競技場は兵庫県赤市市の兵庫県立赤市公園内にある球技場及び自転車競技場である1950年4月赤市競輪場として設営市営競輪が行われていたが当時の兵庫県知事 坂本マサルの県営ギャンブル廃止表明に基づき、1961年3月に廃止となった。競輪廃止後はほとんど手付数のまま放置された状態になっていたが、1977年6月、兵庫県から予算が降りたことで施設が整備され、日本自転車競技連盟公認の自転車競技場として再生。加えて、サッカーや、 ラグビーなどができる球技場としても整備された。競輪場時代の車検売り場の敷地跡地には、明石市立図書館と兵庫県立図書館が建てられている。2006年の第61回国民体育大会のトラックレース会場となったほか、1999年の全国都道府県対抗自転車競技大会において、夏季オリンピックの出場も視野に入れていた。百九十八年、 長野オリンピックのスピードスケート競技500メートルの金メダリスト、清水博康が参加したことで話題となった。以前より一部の競輪選手が当地を練習拠点として活用していたが、2002年3月に甲子園競輪場が廃止となり後に同施設が撤去されたことから、現在は兵庫県を登録地としている選手の多くが当地を練習拠点としている。 赤石系輪場に関するカテゴリー、ありがとうございます。